改めて、こんなね、この1年ぶり大阪バンバンライブみんなとこの夜過ごせてほんまにもうめちゃくちゃ最高でした。ありがとう。なんか音楽して今年で実はもう15年目やねんな。この15年、もうまあ音楽がもう間の人生みたいな、もう半分以上、もうそれ以上か、もうずっと音楽と共に過ごしてきた人生なんやけど、ほんまにこの15年いろんなことがあったし、今回のアルバムを作ろうと思った時からかな、このアルバムタイトルを YOLO に決めた時から、あやね、一度きりの人生、音楽でほんまに良かったってすごい心の底から思えて、っていうのもでも単純にほんまに音楽楽しい、やっててよかったとかじゃなくて、ほんまに15年結構しんどいこともあったし、でもこの間の話はみんな心の中で自分のこととして置き換えて一回聞いてみてほしいんだけど、あ、自分やったらこれ勉強やなとかさ、いろいろあると思うから聞いてほしいんだけど、やっぱこう15年も音楽してたらさ、どんどんこうライバルのアーティストさんたちどんどんこう抜かされていくのをさ、ただ見てるだけの時期もあったし、悔しいけどもどうしたらいいか分からんしみたいな、でしかもじゃあ高校卒業してすぐ上京ってなって、あれね、東京で一人でやっていけるかなってもちろん不安もあったし、上京してあれね、実は1ヶ月半ぐらいで実家戻ってて、1回、それぐらい、あ、もう東京には会えねえ、一人でいれへんやってすごい思った時があって、でもなんかそこでこのまま逃げ続けて、人生一回やのに自分がずっとしたかったことを放り投げてまで実家戻れるってすごい自分に問いかけた時があって、今しんどいけどこれ逃げたら、あれでやりたいと思ってたことって終わっちゃうんじゃない？じゃあ人生かけてここまでやってきたんし、一回きりの人生、もうしんどくてもなんでもとりあえず自分がなりたいって思う姿になるまで絶対続けようって決めてるの。でそんないろんなことを思い出したのがこのYOLO を作ろう、アルバムを作ろうって決めた時やねんけど、きっとみんなも今いろいろ、今6月やろ、4月からこう新しい環境に変わってさ、新しくこう社会人になった人とか、でも社会人になってみたらいいけど、なんかこの仕事自分に合ってんのかなって思ったりとかさ、なんか思うように毎日スケジュールただこなしてるだけでなんか生きてる感じせえへんとかさ、進路こっからどうしようとかさ、いろいろなんか悩みは尽きひんしあると思うねんけど、あやねがあの時音楽をやめてたら今ここにいるみんなには会えてなかったわけで、でもそれってみんながずっと曲を聴いて励ましてくれてたから今ここで歌えてて、だからね、次はみんなにすごい恩返しをしたくて書いたこの YOLO のアルバムでもあります。だからみんなももし今それぞれいろんな状況あると思うけど、人生一回しかないからやらへん後悔より一回もぶつかって失敗してみた後悔の方が断然価値のあるもんやとあれね思うから、
挑戦することをほんまにやめないでほしい、諦めないでほしいなって、すごい自分の体験をもとにすごいみんなにそれが一番今日は伝えたくてここに来ました。本当に改めてあやねに出会ってくれて、そしてあやねのライブに足を運んでくれてありがとうございました。今日は本当に最高でした。最後ラスト聞いてください。 YOLOみんなも、ね、絶対挑戦することを諦めずに